はい、皆さんこんにちは。今日はですね、プロクリエイトを使ってこのタツノオトシゴの絵を描いていきたいと思います。こんな感じでタツノオトシゴのこのシルエットをかたどってあげて、その中に、まあ、カラフルな色を塗っていくんですけど、なのでタツノオトシゴの絵をそのまま描くっていうよりかは、タツノオトシゴのシルエットを使っておしゃれなデザインを作っていくデザインチュートリアルになります。で、今回使うアプリなんですけど、プロクリエイトと、あともう一つ、Adobe から出てる Photoshop スケッチっていうのを使っていきます。で、このアプリ無料なんですけど、どういうものかっていうと、まあ、スケッチをするのに特化したアプリです。デッサン描くときとか、あとはまあ、ラフ画描くときとか、あとはでもこういうすごいクオリティの高いスケッチも描くことができます。で、私このアプリの好きなところが、水彩画を描くのがすごく優れていて、この水彩の表現っていうのがめっちゃいいんですよ。なんか楽しいんですよ、使ってて。なので、今日はそれを使っていくんですけど、プロクリエイトとこの Adobe の Photoshop スケッチのいいとこ取りをしてデザインを作っていくので、まあ、その2つのアプリの、掛け合わせ、コンビネーションみたいなところを見てもらえればいいかと思います。で、ちょっとここで余談なんですけど、数日前に Adobe がね、新しいドローイングソフトを、発表するよっていうのをアナウンスしてたので、それをちょっと今見せてるんですけど、Adobe Fresco っていう新しい iPad のアプリが、もう少しで登場します。で、このアプリどういうものかっていうと、ベクターのイラストとラスターのイラスト、どっちも描けるアプリになります。この前、スパイダーマンの絵を描いたじゃないですか。あれは Adobe のイラストレータードローで描いたんですけど、その Adobe のドローと今回紹介する Photoshop スケッチ、これが合わさったようなアプリだと思います。で、少し前までこのアプリのことをプロジェクトジェミナイって Adobe は呼んでたんですけど、新しく公開されるときは Adobe Fresco っていう名前で公開されます。で、このアプリね、前から出るぞ出るぞって言われてたんですけど、なかなか出なくて、でもね、やっと出るみたいなので、すごい楽しみですね。で、あと、フォトショップもね、楽しみですね。で、まあ今日はですね、そんな感じで、まあフレスコを出るにあたって、このフォトショップのね、スケッチを覚えておくと、スムーズにね、移行できたりすると思うので、フォトショップスケッチの使い方も覚えてもらって、どうやってこれを作るかっていうのを解説していきます。はい、じゃあですね、始めていきます。まずタツノオトシゴのシルエットを描いていくんですけど、適当にね、これ画像検索してタツノオトシゴの画像を引っ張ってきてます。何でもいいので参考になるものを撮ってきてください。で、この状態でプロクリエイトを開いて、キャンバスを作って始めていきます。で、スクリーンサイズでキャンバス立ち上げてもらって、今回はね、縦向きにします。縦向きは後からでもこうやって縦に変えれるので。で、この状態で写真フォルダーを右にスプリットビューで開いて、さっきの画像ですね、を読み込んでいきます。で、読み込んだら上のですね、矢印ボタン、これが青になってる状態で変形かけていくんですけど、ここで反転だったりとか歪みだったりとか回転をかけれるので、ここで位置を調節していきます。なんかね、私これいつも絵を描く時の癖で左向きに描くんですけど、なんかね、スパイダーマンとかも全部左向きで描いちゃうんですよ。なんでやりやすい方向で描いてください。で、まずこの画像の不透明度を下げます。 10% ぐらいにしてください。で、この上に1個レイヤーを追加して、ここに黒で線を描いていきます。で、今回使うブラシなんですけど、アミティのインクブラシ買ってくれた人は、その中のラインペンダークっていうのを使ってください。で、もし持ってない人は、デフォルトの中に、スタジオペンっていうブラシがあります。これでも、似たような感じなので、これで描いてもらえればいいと思います。で、このタツノオトシゴのアウトラインの部分、縁の部分を黒でなぞっていってあげます。もう結構適当で大丈夫です。で、ひたすらなぞっていくので、ちょっとここから早回しで
進めていこうと思うんですけど、ちょっと雑談してもいいですか？昨日の動画の話、前回の動画でちょっと顔出しをね、少しだけしたんですけど、すごいたくさんコメントをですね、いただきまして、本当にありがとうございました。なんか、ちょっと皆さんとお近づきになれたような感じがして、すごい嬉しかったです。でね、そこでいろんな人にコメントもらって、またね、顔出ししてってすごいコメントくれたんですけど、ですね、私別に顔出しが NG とか全然そんなんじゃないんですけど、顔出ししない理由があって、それが、寝起きにね、撮影してるんですよ、いつも。朝起きて、こう絵を描いてるんですけど、寝起きだとね、もう不細工すぎてさ、お見せできるレベルじゃないんですよね。なので、顔出ししてないんですよ。で、顔出ししようと思ったら、できるんですけど、頑張れるんですけど、多分そうすると、極端にね、更新頻度が下がっちゃう気がしていて、で、やっぱりね、これを見てくださってる皆さんは、iPad のね、情報とかの方が知りたくてね、来てくださってる、かなり意識高い、人たちだと思うので、やっぱりね、iPad の情報を最優先にしていきたいと思ってるので、気が向けばまた顔出しするけど、ちょっと引き続き顔出しはせずに進めていこうかなと思ってます。朝ね、朝弱いんですよね。朝起きて、撮って、ちょっと軽く運動して会社行ってで帰ってきて編集してっていうね生活を今送ってます。YouTuber 大変本当。でもね楽しいし続けられるんですよね。引き続きよろしくお願いします。また気が向いたら顔出しするからみんな待っててね。でですね、こんな感じでざっくり形取って、黒で塗りつぶしてあげたら、もう少しね形整えたいって思う時あると思うんですけど、その時は、上の項目から歪みっていうところ行ってもらって、一番左の下プッシュっていうところを選択した状態でこうやってなぞってあげると形が微調節することができます。歪み書きと呼びます。私が名付けたんですけど、これの歪み書きを使ってうまくこのタツノオトシゴのねお腹の部分だったりとか尻尾の部分とかをもう少し綺麗にしてあげてください。で、シルエットが完成したら、次ですね、フォトショップスケッチに移っていきます。フォトショップスケッチ、まず立ち上げて、一番最初に右下にこのプラスボタンがあるので、ここからキャンバスを開いていきます。今回は何でもいいので、適当に縦型、iPad Pro の縦のやつですね、を、選択していきます。で、キャンバス立ち上げるとこんな感じのインターフェースで、左側にブラシと消しゴム、で、右側にレイヤー、で、右上に書き出しボタンです。で、このブラシの中の一番下、一番下がこれ水彩ブラシって言うんですけど、これを今日は使っていきます。で、適当にちょっと色取ってもらって、塗ってみますね。で、塗るとこんな感じで見える見える。滲む感じ。で、手を離してもね、これ、滲みが広がっていくんですよ。見て見て、ほれ。広がってるの分かります？で、この状態で違う色取ってあげて、上に重ねてあげると、その重なった状態で、こう、色が混合し合いながら、滲んでいくの。こうやってスプレッドしていく感じ。じわーっとね、こんな感じで面白くないですか？で、このブラシのね、下のところに四つ葉マークみたいなのがあるんですけど、これファンのマークで、このボタンを押すと、このじわーっと広がっていくのが、こう風がファって吹いたような感じでストップされるんですよ。それがファンのマークね。
なのでこれ押してみますね。押すとパシャってなるんですよね。でそうするとこうにじみが止まります。でまた、色を付け加えてわーって塗ってあげて、いい感じだなって思ったところでこのファンのボタンをポチって押す。そしたらにじみが止まります。でこんな感じでひたすら塗ってにじませてファンで止めて塗ってにじませてファンで止めてっていうのを、すみません、よくわかりません。ああちょっとアップルウォッチが叫びました。ごめんなさい。ね、そのにじませを作っていきます。でこのにじみっていうのはプロクリエイトには表現できないんですよ、この水彩のにじみっていうのが。でこれができるのがフォトショップスケッチだけです。で多分アドビのフレスコ、さっき冒頭で紹介したアドビのフレスコっていうアプリもこのにじみの機能が、入ってるはずなんですけど、まあ、要はこれアドビの AI の機能を使ってこのにじみの加減とかを計算してるんですよね。なのでこれはアドビだけが持ったすごい優れた技術なので、ここはですねもうアドビの方でフォトショップスケッチでそういったいいところを使って、でそれをプロクリエイトの方にまた持っていってあげるっていうようなデザインの作り方をしています。で例えばなんですけど、これ今左側にプロクリエイト立ち上げて右側にフォトショップスケッチ立ち上げてるんですけど、後でこれをこうミックスさせるんですけど、その時のまあこの色のね、このブルーのあたりがタツノオトシゴのこの辺に来るなっていうのをだいたい想像しながら、こうやって書いてあげると、後で、すんなり自分の思った通りのデザインを作ることができます。でこんな感じで色が塗れたら、これを Photoshop スケッチから Procreate の方に持っていくので、その時はこの Photoshop スケッチのレイヤーのところ、色のところを選択して Procreate の方にこう右から左へドラッグ&ドロップしてあげます。そしたらこうやってプラスボタンがね、つくからこれで大丈夫。でもこれで引き継がれるんですよ、このデータが。でなかなかね、こんな感じで2つのイラストアプリを立ち上げてそれを駆使して書いてる人なかなか見たことはないんですけど、まあ iPad はいろんなねアプリを立ち上げながらそれのねいいところを取って、まあミックスして一つのキャンバスを作っていくっていうことができるので、まあ要は一つのアプリで完結しなくても大丈夫なんだよっていうのをちょっと頭の中に入れてもらって、なんかデザインとかね作るときにそれをやってもらえればいいと思います。で次なんですけど、この色のレイヤーですね、これ選択してもらうとマスクをクリップっていう項目があります。でマスクをクリップを選択すると、このタツノオトシゴのシルエットのところだけに色が乗っかったような形になります。でちょっともう一回いきますね。一番上に色のレイヤーがあって、その下にタツノオトシゴのシルエットのレイヤーがあります。でこの状態で一番上の色のレイヤーを選択してマスクをクリップを押すと、このシルエットに色がかかったような形になります。で後からこの色のレイヤーのところをね、こうやって矢印ツールで移動させたりとか、あとは形を変えたりしてあげると、この色のポジションとかっていうのも後で変更することができます。でこの色のレイヤーを複製してあげて、上に乗っかってる方のレイヤーのブレンドモードを開けてあげて、ここでね項目を変えてあげるとまたちょっと違ったようなね表現が出てくるので、まあ、ここはお好みで好きなような色味にしてもらえればいいと思います。で今回はオーバーレイでやっていきます。でもう少しデザインチックにしていきたいので、上にレイヤー追加して、ここにブラシでちょっと装飾を付け加えていきます。でその時に使うブラシなんですけど、今回はスプレーの中のフリックってやつを使っていきます。私ね結構このフリックが好きでよく使うんですけど、まあなんか水をこうスプラッシュしたみたいな感じでパーって散りばめたような表現ができるんですよ、こんな感じで。
で、適当にこうやって散りばめてあげて、またこのブラシのね、レイヤーのところのブレンドモードを違うものに変えてあげても、またね、ちょっと違った色味になってくるので、こうやってね、ブレンドモードを変えながら遊んでみてください。で、このフリックのブラシに使う時の色なんですけど、結構明るめの、サイド高めの色の方が、映える。すごいパキッとした印象になります。で、こんな感じでほぼ完成になります。いい感じでね、この絵の具の散りばした感じと、でもちょっと、なんだろう、ウォーターが残ったような感じでできましたね。で、最後は、背景をちょっと変えましょうか。今、白のね、プレーンなんですけど、もうちょっとね、このテクスチャーというか、ニュアンスが後ろにあったら、もっとね、仕上がりが良くなるので、なんでもいいんで、白の、ちょっとテクスチャーがかかったような背景を、私今回これ、アンスプラッシュっていうサイトで探してきて、これを入れ込んでいきます。で、サイズ調節して、この、背景のテクスチャーのレイヤーを一番下に持っていってあげます。で、ちょっとね、色がはみ出しちゃってる部分は、これ、またレイヤーの順番変えたりとか、あとはね、マスクをクリップっていうさっきやったやつですね、にしてあげると、ちゃんとこの2つの落とし子の中に入ってきてくれるので、まあ、マスクをクリップをうまく活用してください。で、こんな感じで完成かな？うん。こんな感じで完成ですね。はい。やっぱりね、この後ろにちょっとね、テクスチャーというか、質感乗せてあげると、なんていうかな、ワンランクレベルが上がるというか、ポスターっぽいような感じになるので、お絵かきして、そのまま終わるんじゃなくて、ちょっと背景の方もね、気にかけてあげると、よりレベル上がるかなと思います。はい。ということでね、今日は以上にしたいと思います。もしこのタツノオトシゴがいいねと思ったら、ぜひ、LIKE ボタンを押してもらえると嬉しいです。あとはね、チャンネル登録してない人もぜひ、ポチッとお願いします。で、またね、Adobe のフレスコが出たら、ぜひね、皆さん一緒にチュートリアルをやりましょう。楽しみにしておいてください。ではでは、今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。